夢ラジオ第1447回、今日は平成30年11月6日火曜日です。時刻は午前0時半、横浜港北、真夜中ですね。月曜日から火曜日に日付が変わったばっかりの夜、外は霧が出てますね。街は眠っています。そんな時刻に夢ラジオの放送をしましょう。今回は言語のお話。アメリカ構造言語学取り上げます。アメリカ構造言語学、主にレオナルド・ブルームフィールド、レオナルド・ブルームフィールド、ブルームフィールドというのは言語学を志す人なら、アメリカの構造言語学のリーダー。アメリカの構造言語学は、ブルームフィールド、そしてエドワード・サピア、この二人によって築かれた。築かれた時期は20年代、30年代、転換期です。20世紀の前半。このアメリカ構造言語学というのは、この夢ラジオでこれまでずっとお話していた構造言語学、それは主に欧州のものでしたが、ちょっと違うんですね。欧州の言語学、それをずっと取り上げてきたわけですが、アメリカの構造言語学はちょっと違う。欧州の構造言語学っていうのは基本的に共時言語学でした。ところが、このアメリカの構造言語学は共時研究もやるけれど、通時研究もやる。共時研究もやるけど、通時研究もやると。特に、ブルームフィールドは、その通時研究にも手を染めた。そんなお方でした。アメリカ構造言語学が研究対象としたのは、アメリカ・インディアンと言っておきましょうか。もともとアメリカ大陸にいた人たちの言語。文字もなく、まずは音を拾って、そしてその時に音韻論を使うわけですね。どういう音素で話者は弁別しているのか。そしてその後、形態素を探り当て、そして等時論。このようにして、ある対象言語を構築していく。欧州の構造言語学が、だいたい文法も確立し、文字もあり、そういう言語を研究対象としていたのに対し、だから欧州の構造言語学は共時言語学でよかった。一方、アメリカの構造言語学は原住民の、文字も何にもない、文法もない、そもそも意味がわからない、そういう言語の記述、それを研究対象としたため、
教示だけで満足はできず、通じ研究、すなわち言語を遡って、どの言語とどの言語がどんな関係にあるのか、そして最終的には共通齟齬、そこに遡れるんじゃないか、そういう研究もした。特にブルームフィールドはそうした。ブルームフィールドはドイツに留学し、そしてアメリカの大学でもドイツ語および言語学の先生。ブルームフィールドがドイツに留学した時、ライプツィヒ、青年文法学派に習ってますね。すごいですね。青年文法学派の方々に習っています。ラスキーンとか、ああいう人たちですよ。青年文法学会についてはこの夢ラジオでも前回というか以前取り上げました。インドヨーロッパ語族の共通齟齬を探ろう、そんな通詞研究が青年文法学派の関心でした。それをブルームフィールドは欧州で学んでくるんですよ、特にドイツで。ですからブルームフィールドもサンスクリット語には造詣あり。ただアメリカに戻ってきて、さまざまな大学で教鞭を取り、そして言語学を講じる時、どうしても目の前にいるアメリカ原住民、インディアンたちですね、彼らの話す言語をどうにかしようと、研究しようと、そして記述しようと。それはおのずと教示言語学の方法、つまりヨーロッパのすでに確立された言語を研究対象とする方法とは違い、彼がドイツで学んだ通詞的な方法、つまり共通齟齬へと遡る、その方法を取らざるを得ませんでした。で、実際アメリカ原住民の言語、語族はいくつもに分かれるらしいんですけど、その言語の共通齟齬はこれだと突き止めたようですね、ブルームフィールドは。ようですねという言い方をしているというのは、私もその辺のブルームフィールドの記述は読んでもよく分からない。だって自分でその言語がね、アメリカ原住民の言語が多少なりともわかるっていうんならともかく、ちんぷんかんぷんの言語に対して音韻体系は今のところこうで、ちょっと遡ればこうで、ですから共通齟齬まで遡ったらこういうふうになるはずだって言われても、あ、そうですかと言わざるを得ない。つまり結論だけ聞いて、ふーん。ただしですね、やっぱりその原住民の言語を研究したその他のアメリカの言語学者ですね、彼らによってもこのブルームフィールドの遡った共通齟齬がそれほど反駁されていないところを見ると、結構いい線いったんじゃないのか。欧州では青年文法学派によって共通齟齬をたどろう、通詞的な研究をしようというその流れが、ソシュールの登場によってブツッと切れて、もっぱら教示研究に20世紀移っていき、それが構造主義と呼ばれたのに対し、アメリカではもちろん教示研究もするが、通詞研究もする。そしてその通詞研究においても構造はきっちり捉えよう。さっきお話した音素の構造、音素の構造はちょっと変ですね、音の構造、形態の構造、等字の構造、ですから独特な発展をしたと言っていい、アメリカ構造言語学はね。その構造言語学と呼ぶからには、言語とはやはり構造であり、
そこに主観的なものを差し挟まない。ですから主観的なもの、意味論においてはちょっと専門的になりますが、当時論より上位の意味論においてはどうしても対話者の主観というものが入ってきますね。意味の発生においては。ですから欧州の構造主義者もそうだし、アメリカの構造主義者はもっとそうでしたが、この意味に関わる研究は排除しちゃったんですよ。そうではなく、形だけ見てはっきりわかるもの、構造がしっかりと抽出できるもの、そこにのみ着目した。ですから形のみ着目するフォルマリズムですね。フォルマリズムであったという点においては、欧州の構造言語学もアメリカのそれもやはり同じは同じだ。ですから違いはあれど、アメリカの言語学も20世紀は構造言語学だった、そう呼んでいいでしょう。そしてこの夢ラジオでも話している通り、この構造言語学に真っ向から挑戦状を叩きつけたのはノーム・チョムスキー、生成文法でした。そして1960年代以降、すなわち20世紀の後半になって、チョムスキーの生成文法がアメリカの言語学界を席巻するにつれ、このアメリカ構造言語学も廃れていくことになります。が、その生成文法にも有効性が大きく疑問視されている今、もう一回構造言語学、特にアメリカの教授と通詞のどちらをも視野に入れた、ここに光を当てるべき時期じゃないのか、私はそう考えています。1447回目の夢ラジオ、今回はアメリカ構造言語学、ブルームフィールドを中心にしてお話しました。明日はまた午前中に新宿でお仕事の打ち合わせがありますから、今夜はもうこれで休まないといけないですね。霧の夜です。リスナーの皆さん、おやすみなさい。